国立台湾師範大学附属高級中学は中華民国台北市にある大学附属の高級中学、完全中学として国中部を併設している。略称、市大府中、府中。面積、83,925平方メートル。台湾を代表する教育大学である国立台湾師範大学の実験中学として設置されており、 一般の公立学校と比較すると独自のカリキュラムを用いているのが特徴である。カリキュラムのみならず学校編成においても実験的な要素が大きく他の公立高校に比較して進学に主眼を置かない教育を実施している。一般クラス以外に次第府中では非常に特徴のある実験クラスが多く設置されている。1 9五十年から1六十一年に かけては42世実験班を設置し、中高一貫教育を試験的に実施している。1978年の科学教育実験クラス、1980年の音楽教育実験クラス、1989年の美術教育実験クラス、2004年の五分私有クラスなど他の公立学校では見られない特殊クラスが設置されている。 現在は数学及び自然科学実験クラスが教育部の立案で設置され3クラス約100名の生徒に対し理数系に特化した教育が行われているこのようなクラス編成以外にも教材も実験的な教材を多用している台湾の高中では男女教学は少なくないが北貫、ね、台北語小中などと称される伝統的な 台北公立校中の中では唯一共学生を採用している。1960年には一次女子の募集が停止されたが、1980年に音楽実験クラスが設立された際に女子の募集を再開している。しかし、女子の割合は少なく現在は女子クラスは6クラスのみであり、男女比はに1から3、1である以前は台湾の高中では、 軍事訓練が必須科目であったため、公立高校の男子学生に対しては、カーキ色の制服が主であったが、市大府中では1983年から、水色のシャツと紺色のズボンの制服に変更し、台北高中での制服改革の先駆となった。当初は、軍事訓練の必要性から新制服と、旧制服を併用していたが、1988年には、 大番帽と称される軍帽が廃止され、1991年には旧制服が全廃された。この新制服の色彩とキャンパスが他校中に比べて広いことから愛天のこなる事象が用いられることもある。なお、女子制服は白いブラウスに薄灰色のスカートの組み合わせが採用されている。台北北州立第三中学大。 金鉄場和平中学、何高し、はきり宗介東附属高級中学宗介東高、清子高末人元白鳥竜暗具、木ぶり玉祖清守るよう水野へ高丹工、かなえよう水野へ高拓、都市進行人志新、大宿礼、2017年8月大使、大府中高歌は、高清よ校長時代に作られた。作曲は、当時音楽教師を務めていた、文 作詞は歴史教師であった各及び編集主任の章明らかによる台北第三中学校校歌作詞大金鉄馬作曲山田耕作ありがとうございます